狼がいます。炎の攻撃で詰めましょう。じっくり弱点を探しましょう。慎重に進めば何か隠そうにいるかもしれません。注意して、大規模に攻撃しても使わされます。敵に関する知識を得ました。敵に炎をまとわせます。狼は炎を極端に嫌います。隙のできる機会があれば攻撃を連続で食らうします。炎が弱点
驚いた。ドラ一緒島の南部にあって、クエストのこの森はいつも深い霧に覆われている。お待ちを、森へ行くのでは。ヒナ様とはぐれないようにしましょう。行くべき場所はこの川を渡りさらに奥です。普通の森と何度でも回復します。村の人たちも滅多に近づかない。迷わないで気をつけてください。うっそうとした森ですね。まるで何かを守っているような感じです。みんなで行動します。こちらの方向に進んでみましょう。狼には炎が有効です。炎を極端に散らす。この程度の炎の弱点ですね。炎を嫌う習性があるようです。回復します。お待ちを。マジナイシの森は把握しています。そんな危険を犯してまでここに物取りに来る。炎が少ない。炎を嫌う習性があるよ。敵に手を出すのはまずそうです。相手の隙を狙い攻撃。どうやら炎が苦手だ。少しは楽しめそうですね。それにしてもここはとても気分がいいような妙な感覚を覚えます。魔法あるいはそれに準じた確かな力の声が。まずいかも。噛みつかれないように。炎の力を。炎の弱点です。何度でも回復します。ようやく着いたようですね。おそらくここが目的の場所です。きっとそうだわ。行ってみましょう。でしょうか。クエストの知識を得ました。クエストですべきことを学びました。おばあまり何かあるようです。ああ、いいわ。
これは宝でしょうか。 クエストの知識を。